はい、どうも、こんにちは、沖縄です。今回はですね、ゴッドプレイヤーになりたい方への参考動画、テクニック編ということでやっていこうかなと思います。前期ね、501位っていう割と安定した順位でゴッドプレイヤーとして終えることができたんで、前回の動画では構築編とかいう感じで、まあ基礎的なところからがっつり喋っていったんですけれども、今回はですね、戦いの中でどんな動きをしたらコンボが取りやすいかとかいうね、テクニックとして、まとめてね、紹介していこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。この動画が好評だったら、テクニックを覚えていてもなかなか勝てないよっていうのあると思うんですよね。そういった時に、まあ実戦の中で、こういう時はこういう動きをしたらいいんじゃないかっていう動画もね、別の立ち回りっていう感じで、投稿しようと思っているんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。で、注意事項なんですけれども、あくまでね、僕が紹介するのは一部のテクニックであって、絶対刺さるっていうわけでもないし、僕のね、一個人の意見として、参考にしてほしいもんなんで、すべてのね、知識が正しいっていうわけじゃないんで、そこはね、ご了承いただきたいなと思います。で、ぜひともね、構築編の方から見ていただいた方が、この動画スムーズに理解できるかなと思いますんで、ぜひともそちらのご視聴の方も、概要欄、コメント欄に貼っておこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。はい、まず一つ目、タックル UG ですね。タックル UG は知ってる方も多いと思うんですけれども、めちゃくちゃ強かったですね、ゴッド入る中で。で、まあ、強い点なんですけれども、普通の UG ムーブよりも、まずね、仕組みが理解されていないことが多いですね。で、理解していたとしても、こっちがね、なかなか対策するの難しいっていうところがあるので、なんだろうな、本当にタックル UG は、多くのね、卓に勝てるような動きになっているので、めちゃくちゃ使いました。で、内容なんですけれども、こっち側がタックルを打ったのに対して、相手がね、遅い回避を使ってきたときに、こっち側ね、タックル UG っていうのを使うことができるんですよね。で、なんかもう一段階早い、回避に対してもタックル UG 使えるっぽいんですけれども、ちょっとね、僕はそこまで理解できていないので、また練習してね、できるようになったら紹介していきたいと思うんですが、遅い回避っていうのをね、まずはしっかりと判断していただく必要があります。回避の種類については、まあ、他の方の動画とか、僕の他のテクニック系の、動画でしっかり見ていただけると嬉しいんですが、そんな条件が揃った時に、相手が回避して、僕とね、対面したタイミングで、回避入れて、R2 することによって、相手のね、多くの動きを狩ることができます。で、実際の内容としては、相手の単発止めとか、そしてキャラチェン回避即アーツっていうね、3つのタクに勝つことができるんで、まあ相手からしたらね、結構安定の動きだって思っていても、タックル UG をすることによって、そこをね、しっかりと狩ることができるんで、本当に強かったですね。僕も、タックル UG をね、めちゃくちゃ決められて、コンボ確定で取られてしまうみたいなことも多くあったんで、今動画で上げてるんは、お相手がね、即アーツしてるのを買ってる状態なんですけれども、まあ順番に見ていきましょうか。相手のタックルに対してしっかりとね、単発止めも、回避できている場面もありますし、相手のキャラチェン回避に合わせて僕のね、タックル UG のアーツが刺さっているっていう場面もしっかりとね、動画に抑えていることができています。ただ、これはね、タックルヒットの確認とか、あとは相手の即特殊の時止めとかにね、狩られてしまう恐れがありますので、そういった場面、相手が特にね、アーマー持ち対面だったりすると、あんまりタックル UG 使いに行かない方がいいかなっていう部分はあります。まあ、時と場合によるのでね、なかなかその判断は難しいところなんですが、相手が特にね、メインとか切ってきそうなキャラクターとか、特殊いっぱい持ってるキャラクターだったら、まあ、あんまり使わないことをお勧めしたいなと思います。あとは相手の交代ムーブとかに対してもね、ちょっと、隙を作ってしまったりすると思うんで、まあそういったところも結構対処が必要かなと思いますんで、強い動きではありますけれども、まあ、使うタイミングは考えようっていう話になります。また、タックル UG のね、仕組みを分かっている方からすれば、キャラチェンアーツとかで、狩られてしまう恐れがあるので、まあ、乱用しない方がいいかもしれないんですが、この仕組みをね、知らない方は何回でもね、タックル UG これ刺さると思うんで、まあ、めちゃくちゃ強いムーブだと思っています。というわけで、第1個目がタックル UG でした。はい、続いてアーマーキャンセルになりますね。まあ、これもかなり使ったんですけれども、最近は結構対策されている、感じがしますね。結構待っていて、アーマーキャンセルがっつり待って刺さるっていうことはなくなってきたんですけれども、なんだろうな、結構相手が切羽詰まって焦ってる時とか、あとはバトルランク、まあ終盤のね、60とか61とかそこら辺の方に対しては結構刺さるような印象があるんで紹介していきました。めちゃくちゃ上位の方にはもう全然ね、しっかりと対策されて逆に狩られてしまう恐れがありますので、そこは注意なんですが、はい、そういったわけでね、アーマーキャンセル。方法としてはですね、相手の、遠距離からの射撃をもう即ね、判断して、こっちは遠距離からアーマーを持っているキャラで打撃キャンセル、打撃をすることによって、相手の射撃キャンセルの回避っていうのをね、無条件で買ってやることができるっていうことで、これはね、結構強いムーブになっていますんで、まあ、覚えておくのがいいのかなと思います。特に合体選手とか扱っている方はね、アーマー持ちのキャラクターいっぱいいると思うんで、まあ、アーマーキャンもね、一つの、なんだろうな、遠距離からの戦い方として、有用になってくるかなと思いますんで、一つ覚えておくことをお勧めしたいなと思います。まあ、やり方としては、そんなに難しいもんじゃないんでね、はい。中級者テクニックとかでも紹介していると思いますけれども、アーマーキャンセルでした。はい、続いてはね、回避っていうことで、国ゲームさんのとかね、動画をたくさん見られてる方だったらよく聞く言葉かなと思うんですけれども、相手の回避見てから僕がね、回避入れてアーツを打つことによって相手の、2連回避、プラス回避アーツっていうのをね、しっかりと狩ることができるテクニックになっていて、まあね、多くのプレイヤーに刺さるんじゃないかなって思うんですけれども、まあそうですね、やっぱりバトルランク60とか61とかの方、ライト勢とかにね、めちゃくちゃかかるような、テクニックになっているんじゃないかなと思います。特にね、レート終盤のスパサとかなんか中距離打撃でめちゃくちゃ突っ込んでくるとか、そういった人にね、がっつり刺してやると結構ね、この回避使えたりするんで、はい、いいかなと思います。まあ近距離での結構強い行動って言ったら、いいんじゃないかなと思うんで、まあ雑に使っても強いしっていう感じですね。まあただこれもね、仕組み分かってる人からするとずらし回避とかね、いろいろ対策はあるんで、あと下がって、回避とか交代ムーブっぽいことされても、最速回避というか角半取られちゃったりするんで、まあ上手い人に対してはね、あんまり刺さらないかなっていう感じではありますけれども、まあ低ランクっていうかね、あんまりランク高くない人に対して、結構使ってやったら入るかなと思います。はい、そういうわけで、レートポイントを下げない上でめちゃくちゃ重要なテクニックになってくるかな。はい、そういうわけで、回避でございました。はい、続いて、待機カウント把握ってことなんですけれども、これちょっと一旦見てほしいんですよね。115でベジットが引いて、ゴジータ4が究極アーツ打ってるって感じなんですけれども、これ究極って大ダメージが入ると。で、ここから適当に攻撃していってね、コンボ取るんですが、まあ、普通にここからライジング打つっていうような内容になっています。で、これね、めちゃくちゃ、大事なところが一つあって、もう一回見るんですけれども、115でベジットが引いたと。で、僕からすると、キャラパワーの高いね、極ベジかウルゴジ、どっちかをライジングで落としてやりたいんですよ。なんで、105カウントまでに、ライジングをね、打つような、動きっていうのを考えていました。で、適当にコンボ取って、まあ、ここはね、属性不利なんで、ウルゴジ出してこないだろうってことで、打撃一発だけ繋げて、105カウントまでに打ち込んだっていう感じですね。はい、もう一回見ていきましょうか。引いて、ウルゴジはね、一応待機短縮の、ライジングの際はね、アビリティ持っているんですけれども、対面してないと、出てこないし、まあ、ここは出しにくい対面でもあったかなと思うんで、打撃一発入れているんですけれども、はい、そういうわけで、まあ、一応ライジングね、打ち込んでって感じですね。はい。こういった感じで、まあ、特定のね、キャラクターとか、ライジング受けのキャラクターたちをかいくぐるために、ある程度、待機カウントのね、把握っていうのはしてやるのがいいんじゃないかなと思います。まあ、感覚でね、覚えてるっていうことも、僕も結構あってね、しっかり把握ずっとしてるっていうのは難しいんですけれども、はい。意識してやる際は、まあ、一桁の、数だけとかでもね、覚えてっていうのが必要になってくるかなと思います。あとは、相手の待機カウントを圧縮して、属性不利のキャラクターに対して、究極アーツを打ち込んでやるとかね、そういったもまあ、大ダメージ見込めるようになってくるんで、まあそこら辺の把握は結構重要かなと思いましたんで、紹介させていただきました。はい、というわけで、まあこれ難しいですけれどもね、カウント把握っていうことで、バトル中盤とかは特に意識するべきかなとは思いました。はい、続いては交代ムーブですね。今回は、バックダッシュじゃなくてぬるっとね、下がっていくやつを意識してほしいんですけれども、相手の攻撃かわして距離取って、まあ、回避圧を買ってやるっていう動きになりますね。まあ、これもね、結構効く動きだとは思うんですけれども、これ距離取ってね、仮に相手が開発してなかったとしても、安定性測るっていう部分ではマジで優秀だと思ってますね。とりあえず様子見できる動きなんで、距離を取ってね、近距離戦、まあ結構、危険だと思うんですけれども、そういった、卓を、まあ、潰してやれるっていうか、安定に持っていってあげるっていう部分でも交代ムーブは使いやすいかなと思っています。で、回避圧してない時の、まあ、動きとしてね、めちゃくちゃ交代ムーブ強いところが、ちょっと見てほしいんですけれども、開発してないんですが、次のね、回避見て圧、これにね、繋げられるっていう部分が、マジで交代ムーブ強かったです。まあ、結構上の人にもなってくるとね、回避圧ってあんまりまあしなかったりするんですよね。ただこれ中距離取って、回避見て圧って持っていけるから、近距離じゃできないじゃないですか、これ。このね、安定した動きに持っていけるっていう部分がマジで偉かったですね、交代ムーブ。なんで、僕はめちゃくちゃ愛用してました。特にアーマーとか持ってるとね、中距離、とても強いですしね。はい、そういったわけで交代ムーブ愛用しておりました。あとは、相手のライジングを透かした後とかにも結構使えたかなと思いますね。うん、ライジング透かした後って相手が圧そのまま打ってたり回避したりってあると思うんですけれども、中距離取ってそれ、キャラチェンして見てやることもできたんで、はい、すごい、動きができてたんじゃないかなと思います。ケアが効きやすいですよね、とにかく。はい、そういったわけで。ただ、相手の攻撃に対して遅いね、回避を取ってしまって交代ムーブすると、まあ結構ギリギリの、切羽詰まった状態で交代ムーブの、キャラチェン回避とかしなくちゃいけなくなるんで、まあまあそういったところは結構難しいんじゃないかなと思うんで、回避の、種類の判断も交代ムーブ使う上では若干、気にしないといけないのかなっていう部分はあるかなと思います。はい、そういうわけで、交代ムーブでした。はい、最後はですね、回避見て圧、もうこれだけはマジでね、もう今日覚えていっていただきたいような、動きになっているかなと思います。とりあえず最速回避を取られないっていうことはね、各班取られないっていうように、まあ、直結しますんで、回避見てね、圧っていうのは絶対打ち込んでいった方がいいかなと思います。遠距離とかでね、こっちも跳ねながら、相手の回避見て圧っていうことができたらさらにいいんですけれども、最初はね、まあ、横スラッシュしながらとか、適当にやっていけばいいんじゃないかなと思います。で、回避で打撃案とかもね、振ってやると、まあ、相手のライジング持ってそうな時とかにも使えますし、弾回収にも使えるんでいいかなと思います。あとはね、相手がアーマーキャンセルしようと思ってて釣れる場合とかもありますしね。はい、とりあえず、安定になるんでね、本当に回避見て圧で、とりあえず早いことを弾集めていくっていう部分も重要になるかなと思いますんで、覚えていってほしいなと思います。先ほど言ったみたいに、まあ、交代ムーブとかともね、絡めて使えるような、動きになっていますんで、はい、そういったわけでぜひとも覚えていってほしいです。というわけで、今回ね、6つぐらい紹介していきましたけれども、最後、回避見て圧でございました。はい、というわけでね、今回はゴッドになりたい方参考動画というわけで、テクニック編を紹介させていただきました。動画の序盤でも喋ったんですけれども、好評だったら、もっと入れ込んだね、立ち回り編っていうような動画も上げる予定ですので、ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。何かね、やってほしい、企画とかも同時にやったらコメント欄で教えていただけると幸いです。というわけで、今回の動画は終わっていこうと思います。皆さんね、今期もゴッド目指して頑張ってください。お疲れ様でした。